ました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、で、まずスタイルアップ今回のポイントと、はい、結構胸上のロングから、はい、こうアゴラインぐらいのボブに隠されてるんですけど、その今回のスタイルポイントを教えていただきたいですか。はい、今回はこの関東企画いただいてモデルさん探してもらった時に、まあ、結構もう最初からバッサリ切りたいっていうモデルさんだったんですね。でもまあ、美容師がもちろん発信するっていうものもあるけど、まあ、どんなボブにしたいのかっていうカウンセリングした時にちょっと重めなボブにしたいっていうふうに言っていたので、まあ、世の中の美容師さんが重めって言われてどういうふうに作るのかなって思った時に実際に本当に重たくすることが多いと思うんですけど、まあ、私だったら重めなカットラインなんだけど中はやっぱり結構すいちゃうことが多いので、まあ、そこの再現性っていうのを一番、メインに考えてプロセスは作りました。今回のそのスタイルを作る中で、はい、まあ、ボブってたくさん、はい、あると思います。重めのっていうのがたくさんあると思うんですけど、はい、なんか今年っぽさとかちょっと意識した部分ってありますか。そうですね、まあ、カットラインは平行なカットラインなんですけど、まあ、顔周りだったりとかがやっぱり今年、まあ、去年から引き続き今年もシースルー的なバングだったり、まあ、特にモデルさんぐらいの世代の方ってやっぱり厚くしたがらなかったりするので、まあ、薄めにシースルー感をちゃんと出せて、かつ後ろは重さがあって、で、まあ、今日スタイリングは逆に跳ねさせたんですけど、ところどころ跳ねさせることで軽さだったり、まあ、春夏っぽさを出せたらいいかなと思って、ただ、まあ、重たくするわけではなくて、まあ、顔周りの軽さをイメージして作りました。はい、最初にカットされるときに最初ハサミでいくのかなと思ったらレザーでやられたと思うんですけど、はい、それは結構軽さ出すポイントだったりするんですか。そうですね、私は基本的にはバッサリカットをするときもそうだし、ボブ作るときにほとんどの方をレザーで作るんですよね。それは重い軽いあまり関係なく、まあ、レザーでベースを作って、まあ、なんとなくのイメージをして、でそれは私たち美容師もイメージができるんですけど、お客様も、まあ、一回こうやってあげることでちょっと長めの最初設定でレザーで切ったんですね。でそうすることでイメージがバッサリの時は特につきやすいので、まあ、レザーはおすすめです。はい、まあ、軽くしてもブラントでハサミで結局切っていくと必ず重いシルエットには戻るんですよ。最後あれですね。そうなんです、シザーで切れば。そうなんです、まあ、どっちかですよね。シザーで重く切ってセニングでめちゃくちゃぼかすか、まあ、最初からレザーで間引きながら切ってカットラインを出すかみたいな。レザーで作ることが、はい、ほとんどですね。はい、見ててそこがすごいなんか最初からすごい軽やかなカットラインが、ね、そうですね、そうなんですよ、そうなんです。なんか、まあ、好みだったり、そうですね、まあ、私は若い時からレザーを使ってるので、まあ、レザーに対しての抵抗はそんなになくて、そうですね、はい、私のこの春夏のトレンドでちょっと千原さんが注目されてるスタイルとか、あなるほど。そうですね、まあ、顔周りを少なめに、まあ、さっき言ったみたいなシースルーバングにするだったりっていうのが若い世代の子たちは多いと思うんですけど、ただ大人になったらまたそれ話は別で、大人世代だと、シースルーにすることで老けちゃったりとかするので、まあ、その辺の顔の周りの厚みの出し方、まあ、逆に軽さの出し方を工夫すると今年っぽくなるかなと思います。あとは、まあ、ちょっと今回のモデルさん就活中でカラーできなかったんですけど、やっぱり流行りで言うとインナーカラーだったり、やっぱりハイライトだったりっていうのがやっぱりすごく人気があるなって、うん、やっぱりマスクになってね、うん、マスクになってやっぱ重いのが嫌なんだろうなっていうのもあるし、まあ、その顔周りのシースルー感も多分重さが皆さん嫌なんだなって思うので、まあ、その辺提案していけたらいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます可愛い